お疲れちゃんスラッです。今日はですねこちらの超枯渇デッキやっていきたいと思います。さあこちら呪文も施設も入ってません。小物ユニットとまた小物とね相性のいいスケキンだったり小物に強いマゾニックだったりだから、ね、ぶち込んだふざけたようなデッキなんですけどもこちらなんとね今世界10位ぐらいにね使ってる人がいます。はい、このよくわかんないデッキで世界もうほんと一桁ね、近くに行ってるプレイがいますんでちょっとねやっていきたいと思います。やばいよねこれ。もうクララはねやっぱ8枚でデッキ組むんすけどやっぱ1枚か2枚はね呪文入れてねで1枚施設あると安定するよねっていうこの概念をもうぶち壊してるのか。さあこちらの大量小物いっぱいですね、まあ、ギャングが強化されたんでねまあこういうデッキも出てくるのも面白いかなっていうのでだから前になんかこんな感じのドリル入ってるとか迫撃砲入ってるみたいな感じのを多分やったことがあるんですけどまずそれがなんか新しく進化しましたね。はい、さあ今回相手はマザネク、あ俺やなそれ、チョスケのこの人あれっすね、なんかキョスケディガーホグみたいなデッキの一つ、ちょっと変わったあれっすね。で呪文がでも多分ザップぐらいしかなかった気がするので、まあ、このデッキ相手が呪文持ってなかったらね強いんですよ。あーでもこれザップきます。はい、でスケキンこのキョスケのバカに行かれるのやっすね。ちょっともったいないかもっすね、なんか今の受けは。アーチャーがいたっすね。そういえばアーチャーがこのスケキンのソウルコール回収要因になっちゃうんででここで次ホグも来るっすね。あれまあちょっと危ない、ちょっとだけ危ないっすね。さあ戻ってもらってよいしょ、このムートが残るのは熱いが残って残らない、おい残れや。さあまあザップが意外と嫌なんですけどまあどっちかはねーみたいな、うい痛すぎ。さあこのコンビネーション技がちょっと辛いな。俺もでも攻めていきたいですね、なんか守って守ってってよりかはもうゴリゴリになんか攻めまくりたいんですけど相手も小物いっぱいいるんでなんかねまあまあ無理せずいくか。さあ一旦単品ぐらいでいいやろ。でムートが強いですねこれ。うん、さあマジでよいしょ、いいよからのよいしょよいしょ、とりあえずなんかね小物を適当に散らかしとけばええ感じになるやろっていう考えなんですけど、マジこのここのザップマジ強いっすね。さあ今回来ない、もうマシマシでいこう、マシマシでマシマシでいってあのスキキン溶かしたいが、スケキンじゃねえ誰であれ、キョスケ、おこれは先行してるっすね。ただマザネク今思えばめっちゃ強い気がしたんでよいしょ、いいぞこれ、結構熱いぞこれ。さあ適当にソウルコールもしてマザネクが残る、ザッパーあっちに使う、まあ、問題はね俺のダメージが通らん、あのアーチャーがめっちゃ強い、なんか珍しいよなアーチャー入ってるの。うん、まあこんな感じで結構セパセパがいいですね。よいしょ、でソウルコールしっかり使ってよし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 、はみ出てるぞ、あのはみ出加減が一番いい感じ、よいしょ、おザップくるな、いやー耐えてる。お待ってムートが悪さしてる。さあここには豚ちゃん、しっかりこの逆剤に
スケバリ飛ばしとくのがねいい感じになってるですね。槍まで追加して対応させたいですね。なんかホグ逆行っちゃったですね。それでマーザネクいるので、いやーマーザネクがお怒りよ。これはもうよしよしさと思ったら左右、おいさえぐい地獄みたいな絵面になっちゃったんですけど、まあこういうデッキですね。まあだからきついのはね、ウッドザップヤナメファイボ40モンスペルぐらいのデッキが来るとまあきついかもしれないんですけど、まあそんなデッキないので、まあまあまあ高回転、まあアチャクイロイフグとかね、デリバリークエイクウッドスケファイスピみたいなの来ると安かね、まあぐらいか。まあでもなんかディガーとかがないんだよねこのデッキ。相手のプリンセスとかロケット砲手とか引くのがちょっと嫌にはなりそう。まあでもなんかね、もう両剤の気合と、なんかもうなんだ、お前ら頑張れっつって、なんとかなりそうな気もするね。さあ、スケキンとマザネクムーとなんか自己デッキみたいな。さあ、ラダーキラーさん。クランか。さあ、ウッドヤリゴブ。スケバレ飛ばすしかないですね。まあ僕のすることは。あ、26だ。久しぶりに見たな。2.6 オグッスね。26か。まあこういう系統がねちょっと嫌になってくるっすよね。さあまあまあ大砲、まあ、ソウルコールでここでね右サイドちょっとこんな感じでやりゴブとかでちょっかい出したいな。いやマジこのコウモリ下手か。いや竹がムート歩け歩きました。でかい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 、マジででかいマジででかいマジででかいぞ。でも施設もなんもないかな俺。普通にあのアイゴレホグウッドとかされるだけでちょっと安ね。いやもう2発殴んな、ちげえだろ。さあこの2発はマジで痛い。まあ2300ディガ欲しくなんな。ドリルでもいいや。なんかねゴブドリチックなカードがすごい欲しいんですけど、まあ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 一旦ねできるだけ耐えたいっすね僕はこの3100。うん、おなんか突っかかってんな。一発だけなら許せるぞ。アイゴレがマジ最強っすよねこういう僕のデッキに対して。さあまあこっからっすね。結構厳しい試合っすよこれマジで。どうやって攻めんだってなっちゃうっすかね。ただ突破できないっすねマジで冷静にどう考えても突破できないっていう。まあでも突破しなきゃいけないんでねマジでどうしようっていう。あーいいウッド。そうおでも右が入ってるぞ。入ってんだけどなーみたいな、そんぐらいの感覚っすよね。おあの豚なんかいい感じに、うん、いやーその大砲熱いぞ。この槍とかも多分うざいんです。ああソウルコール使えたら世界変わってた今。まあ使えなかったんで世界変わんなかったんですね。いや今のマジでソウルコール入ってたら爆発かったな。痛い。
いやダメージ通らんな。いやでも次あるぞ。マジで祈り、もう祈ることしかできんけど、祈ることはできる。マジで声が通らんすね。いやだから高回転ウッド施設をどうやって勝つんだろうね。マジドリルとかすげえ欲しいんすけど、まあ気合でマジでいけそうではあったけどな。ね、気合で突破するしかないっすよね、こんな。まああとはスケキンマゾニクでマジでなんか事故起こってくれるの祈るっすよね。さあ施設も呪文もないのか。お、どうしよう。いった？なんか序盤の間に結構ダメージ稼ぎたいっすよね。さあ回収。いやダメ。いいね。なんかラバとかにはすげえ相性良さそうっすね。キョスケ。いやダメ。これマザネクのやつじゃない？最近ちょっといるんすよね。キョスケ、マザネク、ロイホグ。ミラー環境で流行ってたのがちょっとだけ戻ってきてますね。いやスケキン強っ。さあロイホグっすね。あとゴーストとトリトンとマザネクかな。さあさああの前になんか盾、なんか盾が欲しいの。マザネク、トリトン、お、なんか美味しいんじゃね。なんかたまたまなんかムートがいい感じにならんの。さあ結構コスト的には余裕があるんですけど、マザネクのマーがいるんですよね。いやーいいよいいよいいよ。マジでスケキンで世界つかめそうなんですけど、惜しいっすね。さあ今回ヤナメとマザネクっすね。マザネクワンチャンないのかな。ホバとかの方もあるんすよ。まあでもザッピーもまだ出てない。うん、トッポリーノみたいな、トッポチョコたっぷりーノみたいな。あーマジでやめてよヤナメ。あーマジで嫌い。言いすぎ、いい感じのマザネクすぎてやばい。あでもこれオシャンティ両サイ攻め、このコウモリ強いっすよね。ムートに竹行った時の。あーでもめちゃくちゃいい槍。いやーめちゃくちゃいい受け。え、ちょっと待って、全然入らん。いやーマジではみ出てるマジではみ出るデッキなんだよなこれ。よしよしよし。え、キングギボーされた。うますぎか、なんだこれ。たまたまマジなんで、なんでキングギボーされた。ちょっと待って待って待って。いやーなんかやだなー、非常に。まあ相手も思ってると思うんですけど、うん、まあ無理はできんすよね。さあこっからイモられるっすね。イモられるが、俺もまあムートが結構後ろからキル系のカードだと思うので、このムートで世界変えたいですね。いやー一応ソウルコール使っとくか。ちょっとスケキンを溶かしたいですね僕は。うん、スケキンじゃない、キョスケ。キョスケを溶かせるだけで相手のカウンターだいぶ抑えれる。呪文がねえからお願いやってくんなきゃ困るんです。お、
なんかすごい事故りそうな流れ、頼むマジで、マシ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 、はみ出るはみ出る、マジで結構これ相手にねもう委ねるっすね、頼むっつって、もうマズネキやめて、よし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 、いやいいよいいよ、なんなら舞台になるおかげで、これなんかめっちゃチャンスじゃない、気のせいかな、ちょっとトリトンだけタゲ取りたい、これ絶対きついだろ相手、きたきたきた、やらめ使った、え、マジでマジでマシマシ、スーパーゴリラマシマシタイム、いけいけマジでお願い、これ止まったら逆に俺やばいんだよな、結構やばいよな、結構やばいんだけど、いや言うて結構抑えてるか、ちょっとマジやばい、あんまり来ないでこっちに入ってこないでほしい、やばいマジでやばい、結構やばい、本当にやばい、笑えんマジで、でもやらめねえわ相手よしよしよし、攻めーでね、一回やらめ使ったらやらめ来ないんだね、普通、よしよしよし、さあこんな感じでやらめだけみたいなね、しかもちょっと回転遅いよ、いやこういう相手はいいですね、結構相性いいと思うんですね、でまあマザネクとかいてももうそんなん知らんがなって、ムートで回収してまあなんかブッパで、うん、勝つかな、だからまあ相手にウィザードとか、まあ、ネクロとかが来るとまあめんどくさいと思うんですけど、まあ、逆サイドに攻めて、そうですね、逆サイドに攻めて、まあそういう範囲系は、まあムートで回収とか、スケキンで回収とかができると理想かな。さあ、キング。いや、まあ重量級の方が圧倒的に戦いやすいですね。よいしょ。さあ、ゴリ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 、行きまくって、相手に防衛コスト使わして、これ楽に守りたいですね、プリンスなんでもうジャイかメガナイトか2択ぐらいですね、あーザップ使う、これ痛いぞ、ちゅう、でかいでかいでかい、さあありがたいですね、さあジャイかメガナイトかまだ分かんないです、まあダークプリ出てきたんでさすがにあなたのデッキはジャイかな、よいしょ、さあ高回転スキャバで飛ばしまくって、さすがにソウルコール使うっすね、これあーまあいっか、一旦まあ、いやこれ相手の呪文が、まあ、ヤナアメかザップか、ヤナアメかファイブか分かんないんですけど、ファイブだったら勝ち確っすね、うんうん、だってさ小物突破できないでしょ俺の、ヤザップだったらちょっと怖いっすよね、なんか持っていかれるかもしんないんですけど、ファイボザップだったら俺のこのスケブやり込むコムリギャングほぼ残るんでね、って考えると負けろが難しいみたいな、よいしょ、でめっちゃこの辺に低めに、それこれいるかな、いやめっちゃ見にくいけどいらんかったっすね、まあこれエレキで行かれるか、もったいないかな、そうっすね、ちょっともったいなかったっす、やりゴブ2体だけのダメージをもらえたかもしんないんですけど、まあ、やなめ飛んでこないんでもう敗北っすね、マザネクだけまあいるのみたいな感じっすけど、うん、スキキン強いしムートも硬いし、まあでも溜まったらこれだって飛ばしておけばいいですからね、ソウルゴール使うでしょ、おい、うん、やなめなんですねあなた、まあデモみたいなデモみたいなとこあるよな、これ突破できないっすよね相手、かわいそうに、やべえ俺マジでさっきさスケバレがちょっと下手っていう、しっかり回収して、相手突破すんのマジで俺ジャイプリあんま使わねえからさ何とも言えないけどマジで無理っすよね、こんなのきつすぎんっていう、さあ右にエレキまで多分使うんで左に行ってあげるとこっちが止まんなくて、いやダメ
はい、諦めましたね。さあ、まあこういうデッキマジで餌っすね。はい、神相性だ。でけえ呪文枯渇。それしく、まあ楽しいね。でもこれもうなんか無限に攻めるだけみたいな、ね、施設置くとか呪文打つとかそういうのがないんで、もう攻める以外何もないじゃないですか僕。攻めまくっていけばいいっていう、であるユニットで守ればいいだけなんでね。あー、これ高回転ロケのやつかな、ちょっとわかんないんですけど。アチャクイバルキリーとかいろいろあるっすね、方が。あー、アチャクイバルキリーだったらマジで嫌なのよ。トルネウッドエルスピロケとかなんで渋いっすね。まだわかんないけど。ああ、言ってるやつやん。どっからどう見ても、どっからどう見ても言ってるやつなんで、まあこれキング起動されるかもしんないんで、やりこぶ添えてキング起動させないよ。ああ、マジでやばい。あ、これやばい、マジでやばい、これやばいっすね、まあ、これで多分ね、キング起動されたら終わるっすね。はい、トレーナー持ちには気ぃつけないと終わるっすね、これガチで。大体アチャクイ、アチャクイ入ってねえか。もうナイトアチャトレーナーロケの完全無課金、無課金なんだな君。よいしょ、あれ美味しい。真ん中らへんのね、やりこぶ結構いいですからね。サスケも処理してくれて、ウッドかこんな。うん、これどうやってダメージ通すんだ。マジこれやばいっすよね。これもうこれ勝てない、これ勝てないっすよ。ケツムはロケ来るんでダメっすね。ケツマーもロケ来るっすね。何出してもロケ来るんですけどね。さあ、お相手がねもう迫撃で攻めてくれるのはね結構助かるっすね、今んとこ。もう防衛ロケで無限ロケット編みたいなされると結構やばいと思うんですけど僕。でもめっちゃこれ攻めてくれるんですよ、なんか知らんけど。これを突破しようとしてくれてるんで。お、でかいぞこれ、バルキリー。あー、ソウルコール使う。アーチャー強えんだ。お願い読むな。よし、ちょっともったいないスケバレになっちゃったけど、ホンマ技に帰ってんのマジででかいよ。あの数発、あー、これもう逆サイにねユニット固めですね。あんたロケなんやろって。でこっちに行っちゃうっていうね、結局固めてもバルキリーアーチャーみたいな突破できないんだよ。よし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 、なんか事故ってね相手。さあスケバレのラックダメージマジででけえ。このラックダメで勝つしかないんで僕も。うん、ラックダメゲーす今から。いやマジ、え、おラックダメめっちゃ入れさせてくれるやん。何か、なんで、まあ、絶対これムートの左側なんですけど、攻め迫撃来るっすねこれ。え、ん、どういうこと、そっち削り始めちゃった。ちょっと待てよ、これは。俺からしたら意外といいのか悪いのかめちゃくちゃ微妙なんですけど、よくわからんことが起きてるっすね今。やば、回転早っ。ゴリラ回転早いのが来てる。ちょっとやばいんで、ちょっとどころじゃねえ、めちゃんこやばい。
ね、ロキがやりゴブやりゴブマジでやりゴブ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 時代はやりゴブ出稼ぎ。いやこれ勝てるわけないっすよ、うん、本当に俺はもう無理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 。まあぶっぱするだけなんでねマジよし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 。さあ LSP、 いや LSP はもうクロスですね。チンポコクロスですねこれマジでやばすぎー。これあれっすよ、もう0100、0100わって勝ち方ないっすね。だって高回転ウッド LSP ファイスピみたいな、どう突破すんねんみたいな話っすよ。どう突破すんねんって話なんですけど、まあもうこの3300まで削ったので逃げ切りたいなみたいなマジこれやばくない、もうチンポコすぎるマジ。やめろ、うん、助けてくれ誰か。まあ、ムートで耐えれたら嬉しいけど、あマジマジマジで吐きそう本当無理。一旦回収するか無理じゃない、これちょっと待ってくれよまだやだやだ、なんでこんな当たんだ、ちょ待って、やばいっすよ、もう相性が悪いとかじゃないもん、無理。ここまでもう無理なの持ってこられたらね、やる側も見てる側も対戦相手もつまんないやろ、だと消化試合やん、うんね、相手も分かってると思うけど、どうやっても負けないもんね、負けるのが難しいですからこんなの。あーマジマジでマジで無理。あーたまたま金起動できそう、できんのかい、楽しいぞ相手、俺もそれしたいマジ場所変わろうぜ相手。まあスケバレこれ取ると思うやん、ちくぼランキスピリットで止まるねん、マジやばすぎ、マジやばすぎ、ラックダメージも入らん、あマジでやばいやばい、マジで本当に今無理、本当にこれで相手負けたら知らねえかん、ね、無理か、さすがにそれはねえか、負ける方がむずいよ、こんなにだって相手遊んでてさ負ける方がむずいよな、たまたま勝てんかな。いやームート使っちゃったらやばいかな、逆転くるよね、あーですよね、いいよ、ちょ早すぎ、嫌われるぞお前マジで嫌われるぞ、はいクララ楽しい楽しめるもんなふざけんなマジで無理だろ、ちょっと待って、まあ、ムート甘えたかもしれないですけど無理やろ、無理、ちょまんなんに負けたら嫌なんでね。さドミニク来た世界大会で理不尽なね事件に巻き込まれたプレイヤーですよ、世界一持ってるよ、ラバで、ラバで世界一ですからね、ラバ掘りで尊敬に値する。さあ虚数系キョロイかな、もうこんなあ虚数系ロイフグもあるっすね、でもよいしょ、さあもうカウンターだ、行ってこい、やべえ絶対スケキン右だったこれ、まあ一緒か、やだめ、
ソウルコールお願い、マグネがお願い回ってないみたいなことがあれば。あ、ギャング強えなこれ。んよいや結構入ってるぞ、でかいでかいでかい。さあロイマザリックだ、渋いよこれも。ファインボウッドだ、もうゴリ渋。ライトだったらいいけどな。とりあえずまあめっちゃきついって感じっすね、一言で言うと。でもこれできなんか全部きつそうに見えるっすね。うん、いやライトだったらいいですね。ハイマーだったらまたちょっと嫌だよ。あのトイトンちょっと甘えてるっすね。ムート延命できそう。おっ、ここも甘えてるっすね。まあコウモリまで行くと早く打たれちゃうかもなんで。おめえヨロム使ったの？あ、ムート押したマジでしれって今ムート押したぞ。あー押されとるぞ。さあヨロム使ったっつってとりあえず攻めたんですけど、カウンターがすごいなんか来そうで助けてほしいです。わあめちゃくちゃいいそれ。いやでも無限にいるよマジやばくない？マザネクもう縛かれてんのに無限になんか小物ある俺。さあセミアム飛んできたので低めに出してあげてね。あとは前のマザネクが来るかな。マザネク嫌っすねって思いながらムティさあドミニクさあ撃破していく。ラーマ以外も使ってますね。いやでかっ、これ勝てんの熱いっすよね、マズネクやな。これ間違いしたな、でも。さあ、ナイス。というわけで、こちら、呪文も施設も入っておりません。ただ、ユニットでぶっぱするだけデッキ。皆さんもね、やってみてください。よければ、ちゃんと高評価もお願いします。では、お疲れ様です。またね。